今年5月、フンマン取材班宛てにある一通の手紙が届きました。八尾市議会で市長の横で居眠りするおじさんについてぜひ取り上げていただきたくお便りさせていただきました。市長が発言されているのにこくりこくり。普通の会社ならこんな頻繁に居眠りしていたらクビです。納税者として納得できません。大阪府八尾市の市民から議会で居眠りする人がいるとの怒りの声でした。フンマン取材班が手紙に書かれていた八尾市議会の映像を確認すると、去年11月の本会議、市長、何か一言お願いします。はい、市長、まあ、先ほどからルールご指摘をいただいておりまして、まあ、そのご指摘についてはまあ真摯に受け止めていきたいというふうに思っております。市長が議員からの質問に答えている最中に、市長の横に座る男性の首が大きく傾きました。別の日の本会議の映像でも、しばらくするとまた市長の横で目をつぶり、たびたび首が傾くこちらの男性、八尾市の上島康文副市長、64歳です。議員ではなく副市長という市の幹部職員で、税金から支払われている月の給料はおよそ70万円です。フンマン取材班が八尾市議会の本会議の映像を確認したところ、少なくともおととしはおよそ5日、去年もおよそ5日、目をつぶって首が傾く様子が確認できました。この現状について八尾市民に話を聞くと、仕事してないんやもんね、はっきり言って注意するもん誰ももらんのかね。こればっかりはもう聞くたび見るたびも腹立つけどね。税金もでね、お仕事していただいているのでね、まあ寝てるなんてねとは思いますけど、そういう姿をね、やっぱりニュースとかでね見ると、子どもたちも ね大人はどうしてるのかなっていうふうに思っちゃうと思うんでね。私も60代で、結構ね60超えると1年1年の疲れがね大きいから、こう気持ちわからんこともないけど、まあその時だけでもしっかりしてくれはったらとは思うけど。時給いくらって聞きたいですね。もう時給計算して寝てたら、それを言及するとかね、立って聞くとか、寝れない状態を作った方がいいんじゃないかなと思う。税金で働く市の副市長、市民からも怒りの声です。実態を確かめるため、フンマン取材班は先月実際に八尾市議会を取材。本日は代表質問を行います。この日は今年4月の統一地方選挙後の初めての代表質問。市長が今後の市の方針を話す大切な日です。この日も市長の横に座る上島副市長、すると議会が始まっておよそ30分で、今議会が始まっておよそ30分です。もうすでに、うとうと仕掛けています。その後も、目をつぶってますね。今市長が大切な答弁している最中なんですが、完全に、うとうとしてしまっています。何度も目をつぶってうとうとする様子が確認できました。ただ
この日はたまたま調子が悪かっただけかもしれません。ふんまん取材班は翌日も八尾市議会を取材。すると腕を組んで目をつぶっておられています。先ほどから頭が落ちてしまうシーンも何度も見受けられます。一人の答弁が1時間を超えることもありますが、2日間の代表質問の間何度も目をつぶる様子が見られました。ふんまん取材班、上島副市長を本会議終わりに直撃しました。あの本会議の時にかなりうとうとしていることが多いというふうなことですか。あんまり記憶ない。いつも市長が私答弁されている時に全部市長の答弁を全部チェックしてるんで、ただ多分ひょっとしたらあのマスクしてるんで、そういうふうな下見てることが結構多いんで、ちょっとそういう誤解されたのかなと思いますけどね。私自身が何かとも基本的にはもう完全になんか眠っているとかそういう意識が全くないので、ご覧になられてこう頭が落ちていってるような状況、まあ中でちょっと見てるとそういうですけども、自分自身は全くそんなないですよね。いろんな形の中の動作なんで、それをなんかまあまあ、あのちょっとその寝てるとかそんなこと言われると私もちょっと辛いですよね。目をつぶって考え事をしているだけで寝ていないと上島副市長は主張しました。市民からの怒りの声が届いていることについては、まあまあ、 あのそう思われていること自体は確かに自分自身も反省しないと、まあ、っていうか、あのきっちり市民のそういう誤解をね、あの与えないような形にしっかりちょっとやらないといけないのかなとは思ってますけども、まあ、そこは当然真摯に受け止めてね、これからしっかりちょっとやらせてもらわないとあのいけないとは思っています。では横に座っていた市長はこの問題をどう捉えているのでしょうか。そういった市民さんからの、まあ、そういった声が届いているというのは、まあ、非常に私とっても私に関してもやっぱり遺憾なことやというふうに思います。まあ、本人にはちゃんと確認をいたしました。寝たんかと。で、まあ、それは寝てませんと。まあ、まあ目はつぶってたけど寝てませんということは言われたんで。気づいてるんじゃないかみたいなことも。いや、あの気づいてたらあの正直起こしますね。起こす言うたらおかしいけど、あの今後やっぱりしっかりとそういった、まあ、疑義が生じない、まあ、所作というんですかね、には努めてほしいということはあの話はさせていただきました。実は市議会を取材した2日間で副市長以外にも職員や議員が目をつぶっている様子が確認できました。居眠り議会と呼ばれないためにも行政や議員は改めて襟を正す必要があるのではないでしょうか。